ああ、ブラまで濡れちゃった。先輩に会うかもと思って可愛いのしてきたのにな。何言ってんだ見なくていいの？冗談言ってないで早く着替えろ。着替えたからこっち向いていいよ。あ、ごめん、まだだった。からかってるのか。ミカリ着替えなんて持ってないもん。昨日遅くまで仕事だったから乾くまで寝かせて。それはいいが、何か着て先輩も一緒に寝る。いい加減にしろ。どういうつもりだ。だって昔は全然女の子として見てくれなかったから。先輩からかうの楽しいな。やっぱりミカリ可愛くなった？別に、ミカリは昔から可愛かっただろ。本当に？みんなそう言ってたし、そうなんだろう。じゃなくて、ミカリは変わったの。可愛くなったし、おしゃれになったし、モデルで人気者だし。ミカリ、もう子供じゃないんだよ。その両手で髪いじる癖変わらないな。やっぱり小さい頃よく遊んだあのミカリだ。そんなこと。ああ、見える見える。引くぞ。同人誌を足毛にしてしまうとは。すまん、リリエル。ダメだこいつ。ねえ先輩。ん？今は好きな子いるの？好きな子？先輩？ああ。え？もちろんリリエルだ。決して浮気はせん。一瞬リリサの顔が浮かんだが、リリエルのコスプレを見て勘違いしたという結論は出ている。異常なしだ。クソオタク。お？先輩は全然変わらないね。嬉しいけど大っ嫌い。なあ、なぜ泣く？